バルター・シュミット・バルター・シュミットは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。親衛隊の中にある本部の一つ、親衛隊人事本部の本部長を務めた。親衛隊大将及び武装親衛隊大将。1879年1月13日、ハンブルクで生まれる。1899年1月13日に、士官候補生として、第77不評連隊に入隊する。 1899年から1900年まで陸軍主管学校に出席し、陸軍中尉まで昇進している。第一次世界大戦においては1914年9月9日にフランス軍の捕虜になり、1918年7月にスイスで釈放された。帰国後は陸軍に在籍したが、1920年12月31日に少佐の地位で退役した。 1921年1月からは、ハンブルクの織物会社の人事管理者として働いた。ハンブルクビルヘルムブルクの労働裁判所の調停委員と裁判官の名誉巡回員だった。1927年まで国家人民党員だった。1931年8月に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1931年10月には、 織物会社の人事管理者から解雇される1932年1月からは突撃隊に入隊した。1932年2月8日に新英隊に入隊した。1934年2月16日に新英隊調査に昇進し、新英隊事務局におけるハインリヒヒムラーの人事参与として活動するようになる。1935年6月1日には、 新鋭隊上級大佐に昇進する。また新鋭隊全国指導者個人幕僚でもあった。1936年1月30日に新鋭隊少将に昇進、同時に新鋭隊本部の人事部門の局長に任じられた。1937年には新鋭隊中将に昇進している。1939年6月から新鋭隊人事本部の本部長に任命された。 1942年4月20日に、新英隊大将及び武装新英隊大将に昇進した。同年10月1日に病により、新英隊人事本部長の地位を降り入ることとなった。後任は、マキシミリアン・フォンヘルフが務めた。この後、敗戦まで、再び新英隊全国指導者個人幕僚に戻る。1943年5月からは、国会議員を兼務した。 戦後チェコスロバキアの法廷にかけられ死刑判決を受けた。1945年9月18日にプラハで処刑された。ありがとうございます。